はい、どうも、ジャケイです。本日ですけども、タイ、バンコクのね、ジャパンエキスポに来てます。別にジャパンエキスポはいいんですけど、とりあえずね、僕の推しているアイドル、芹澤優さんのチケットをね、買えるということなので、いや、これを待ったよ、俺は。え？それだけじゃん。これだけだよ。ふざけんな。とりあえず、こういう日本の文化をね、伝えてるらしいんで、ライブはしたんですけど、もう完全僕都合で、チケットだけとりあえず買いに行きたいと思います。アトモスも見るか。一応ね、アトモスバンコクも一応あるんで、いろいろ見れたなと思います。それはまずチケット買いに行きましょう。ミートグリートクローズドスペースにとりあえず行こう。なんかあれだね、文化祭みたいだね。なんかね、いや文化祭みたい。あ、すごい、お前大好きじゃん。何これ。え、ネンドロイドじゃないの。ネンドロイド、どこ見てます。本当ですか、ありがとうございます。マジです。という感じで視聴者もいるそうです。完全に日本の文化祭じゃないですかこれ。頭に刺さってる。あとで行きます。日本が好きすぎる。聞いてみます、スタッフ。ここなのか。ここじゃね。本当だ、ここだね。チケット使いたい。俺、ゲロ吐くよマジで。あ、怖い。ここかな。ユーセリ様、あっちっぽいね。あ、本当だ、ユウセリザワって書いてある、手書きで。はい、こちら I want to ユウセリザワ。手書きでユウセリザワ。受付もね、手書きなんだよ、ユウセリザワ。え、ユウセリザワ手書き。お前、お前、ユウセリザワ、お前、お前、バカにしてんだろ、お前。してない、お前、してない、お前、お前、してない、お前、ちょ、お。じゃあ AKB とかさ、こういう感じでさ、このお、お前ちょ、お前邪魔、邪魔。よかった、変えてよかったね。よかった、あ、心臓痛い。よかった。何がいいかって、日本のものって結構写しちゃダメじゃん、携帯とか写真撮ったり。海外 OK なんすよ。あ、まあこれが OK かどうか知らんけど、わかんないね。全然わかんないけど、いやー、これ変えました。これでね、このためだけに今日来たと言っても過言じゃない。これマジだよな、ほんとに。全部ついでだから。そう、向こうから回って。お、キスない。あ、ほんとだ。お前欲しい。いらない。え、片っ端から遊んでいきます。これなんかゲームじゃない、バスケットボールって書いてある。俺バスケ上手いから。お金いらない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 。お前やってこい。対日工業大学なんて。ああ。俺の弟もな。めっちゃ美人じゃん。あ、そういうパンフレットもある。お前あれ欲しいんじゃないの。何これ。これはこれ景品なんですか。これ絶対違うでしょ。絶対違うでしょ。何これ、輪投げ的な。お前やってよ。え、これ楽しいよ。ほらめちゃめちゃ楽しいよっつってるし。やってやろう。はい、いや、え、むずい、むずい。はい。え、これめっちゃ。大丈夫。あ、ちょっと待ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。二十バーツでこれ買った。ありがとうございます。あ、これでいいんだよ、これ。十バーツで一回できるんだ。十バーツで。え、何ポイント。5ポイントで物がもらえる。あ、これもらえるだって。どれ、これこれなんすよ。ありがとうございました。10番生これもらうのすげえ申し訳ないんだけど。え、でもこれいっぱいあるから、なんか2回だから頑張ってさっきの方2回入れればこれもらえる。はい、ここで決めればいいんですか。はい、いいんです。考えでした。ああ、ああ、食べ物のエリアに今来てます。で、ちょっと音がでかすぎて声が聞こえるかわかんないんですけども、行ってみたいと思います。日本ではほとんど潰れてる力飯があると。本当だ、
力飯だ。和牛バーガー3個買ったら1個タダで。はい、というわけでマスクなくしたんですけど、中にもなんかあるっぽいんでちょっと見てみよう。もう旅行会社っすね。こういうの誰が興味あるのかっていう話だよね。俺のチャンネル見てる人も大体なんか旅行するのに3万バーツぐらいかかるのよ、ツアーで。やっぱ北海道人気だね。北海道？そう、北海道。飯食いに来るんだ。大臣ね、寒いの好きなんですよ。味わえないじゃん、寒いの。ほんと好きなんですよ、大臣。多分、今2強が大阪と北海道。京都は？大阪に入る、それは。そうなの？それは大阪、もう。京都は大阪よ。ニコニコレンタカーじゃん。何ニコニコレンタカーって。ちなみに日本にあるよこれ、ニコニコレンタカー、いっぱいあるよこれ。これやっぱ北海道人気なんすよ。これ北海道エリア。そう、北海道エリア。ほんとだ、旅行関係多いね。まあ中だから、つか旅行関係でしょ、ここら辺は。まあ企業が出すって言ったら旅行になるの。まあ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 、そうだわ。めちゃくちゃ北海道じゃん。すごい、すごいね北海道。すごいね、やっぱり大臣大人気ですよ、北海道。はい、というわけでね、アトモスに来ております。アトモスね、文句じゃないですよ。文句じゃないけど、在住者としては富士クズ高え。日本よりちょっと割高だし、普通に高え。それね、いいよね。いいけど、サイズね、これも日本即完売でしょ。これちなみにあれですよ、まだ日本発売されてないですよ。あ、そうなんだ。明日発売だって、日本だと。へえ。日本よりも先になんか売られてる時もある。もう見たことない。難しいな、わかんない。これバンズ、バンズだ。ジャックだよ、ジャック。それも売ってたよね。ね、アトモスでね。そう。こう見たものもあるね。まあ、そう、アトモス高いからね、普通に。高いな。どんぐらい高いか俺がね教えてあげよう。はい、こちらね。はい、ほら5,800バーツ。高いでしょ。だから、2万ちょい。そう。これ17,800円じゃん。はいはい。ちょっと高いよ。これとか、これとか結構流暢に出るんだよ、その価格の。ほら、6100バーツ。6100バーツ、ちょっと高いね。ちょっとリアルで見てみるか。21,000円だ。あー、でもブラックもあるんだね、一応オリンピックの。これにあって。これなんかかっこよくない？いやなんか、え、こんなんどこにでもあるよ。まあ、な、まあ、それだったらもうこういう緑とかの目新しい色買った方がいいんじゃないって思っちゃうな。イージじゃなくね？こんなのついてた。これパチモンではないよね。え、でもパチモンでしょ。パチモンではないでしょ。いや、パチモンでしょ。カジュアルシューズって書いてあるけど、定期店だよ、だって。いや、定期店がパチモン作ってんでしょ。これ真っ黒でシルエットにしたら完全に怒られますよ。こんなの怒られもんですよ、こんなの。ちょっと撮ってください、兄さん。こんなの、これよくない？これ買っていい？これ怒られもんですよ。え、これ買っていい？これパチモンじゃないからね、正直。内側ちょっと触ってみて、結構肉厚っていう。まあまあ、作りはね、でもなんていうの、いや、パクリ方は雑だけど、作りはちゃんとしてるよ。そう、なるほどね。あ、これパチモンじゃないから、これイージーブーストではないでしょ、だってイージーブーストって商品ではない。これこんなのあったよな、なんかアンチソーシャルとなんかあったよな、こんなの。ネイバーフットとアンチソーシャルのコラボみたいなあったよね、こんなの。もうちょっとふにゃふにゃになってほしいな。なんだこれ、こんなのシュプリームあったでしょ。俺絶対見たよ、俺絶対見たよ、こんなの。こんな感じ絶対見たよ、俺。これもうバレンシアガじゃないですか、兄さん。これもバレンシアガじゃないですか。一周回ってこれ着たくないでしょ。でもバレンシアガ知らない人だったらね、別にこういうデザインがあるのかみたいな。5000円ぐらい。ああ、一般の層だったらこっち買うよ。まあ額が違うから。そう、額が違うから。何も知らなくてこう売ったら ね、結構安くてなんかそれっぽいの売ってるし、そう、日本にはないデザインみたいな。買ってもいいですか。でも299バツだったら安いよね。299バツだったら安いよ、ね、しかも結構しっかりしてるし ね、ちゃんとしてるもんね。パチモンの30倍しっかりしてるからね。本当に大会のアトモスカーニバルさんですね。こういうボックスローもいいな、ね、なんか参考になる。でもさ、
これ言っていいのか分かんないけどさ、うん、さっきのところのちょっと薄いよね、うん、さっきのところの方がちゃんとしてるよ、ちゃんとしてたよ、まあでもプリントとかはこう結構ちゃんとして、まあ、あっちもちゃんとしてるんだけど、言うて3190万円、え普通に日本より高くない、高くない普通に結構、あこれフラグメントだね、これこれフラグメントのフラグだね、日本以外にある、ほんだこれ上に貼っ付けちゃうだけだから、よく見てたら円マークだ、ほんとだじゃあ日本で売ってるやつだね、これ多分日本から持ってって、そうだね、2日目ですね、今から2日目が始まるんですけども、水田優さんのライブはお金かけなくても見れるっちゃ見れるっぽいですね、800バーツは完全に無駄になってしまったかもしれないです。コンシェンプロモデダンハイカップユーセリサワーカーユーセリサワーってすごいじゃん、え結構人気ない、何がユーセリサワーさん、ユーセリサワーさんは人気ある、多分ねコアなアニメファンは好きなんですよ、あーまあ声優さんだもんね、そう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 、腕組んで待ってんじゃねえ最後尾彼氏面リゾオタクじゃんそうかな、ちょっとじゃあ荷物あ、来た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 、かわいい、マジかわいい、来た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 、何やるんだろう、完全に神、これさ、ずっと水田優ちゃん映した方が視聴率上がんじゃね、日本人多いっすね、今見たら、そう、ここから2曲はアニメのキャラクターソングを歌おうと思います、最初にアニメプリパラという作品の、鳥肌立ってんだよ俺、お前がさ、ファッションを聞いてください、デビキュー、ありがとうございました、芹澤優でした、オープンカーやっぱなんか思い思いなものが出ちゃいますよね、プリパラの曲あれ流れた時俺泣きそうになったもん普通に汗かと思ったら涙だった鳥肌立った本当に、あ結構芹澤さんのために来てますやん、ね、そうだね、もうみんな帰ってくるね割と、もう満足ですわ、平安ジャパンキスポ楽しんでいきますか、楽しんでいきますかというわけで、一緒に楽しんでいきましょ ましょう、はい、という感じでね、ジャパンエキスポ2020 in タイランド行ってまいりました、どうですかね、僕初めてジャパンエキスポ行ったんですけども、なんて言うんでしょうね、僕結構日本の展覧会みたいな感じを想定したんですよ、完全にアニメオタクのフェスだったんですね、なんか京都の芸能とかそういうのじゃなくて、もう完全にアニメと旅行と飯、そう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 、日本の強みではね、結構コスプレしてる人とかいたり、やっぱオタク多いよね、そりゃそう、もうオタクしかいなかったよ言うたら、そういうイベントだって認識されてるんだよ、まあそうだねそうだね、僕もねカメラには映ってないですけど、ゆうちゃんゆうちゃんね、こうやって行ったらね、くれてすいませんって入ってたらね、僕の方見てね、フェス送ってくれたんすよ、やばくない、あのね、心臓止まるかと思った、テンションの上がり方がオタクなんだ本当に、本当に嬉しかった、マジで感動した、あ、よかったなって、生きててよかったと思ったんで、ぜひね、皆さんよかったらね、フェイラーユーさんのライブとか行ってみてはいかがでしょうか、だけが違うから、まあ、それは行ってほしいんだけど、タイ、ジャパンエキスポね、行ってみたんですけども、普通に面白かったんで、タイ人目線からの日本の良さみたいなのが結構面白かったなって個人的に思います、そういう風に思われてんだなっていうのは、そうそうそう、分かるから、ね、東京のだって紹介一切ないじゃん北海道しかなかった、そう北海道、あと食べ物だったりとかいろいろ、あとアイドル好きなんだねやっぱりタイは、といった感じでいろいろタイ人目線からどういう風に日本が思われているのかっていうのが明確に分かるイベントでしたね、本当面白かったと思います、ぜひね、よかったら来年とかも多分やると思うんで、皆さんも行ってみてはいかがっていう感じですね、企業さんとかもね、これ参考にしてほしいって感じになりますね、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います、この動画いいと思って参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします、そんな感じで終わります、じゃあね、バイバイ。